皆さんこんにちは。アメリカで過ごす初めての年末、2022年はメキシコカンクンへと行ってきました。年末年始の移動の様子やオールインクルーシブホテルについて余すところなくお伝えしますので、最後までよろしければご覧ください。出発日は朝7時の早朝フライトでして、ニューヨークの家を朝4時に出て空港へと向かいました。4時台なので空港は空いているかと予想していたのですが、さすが大晦日、とてもたくさんの人で朝からにぎわっていました。年末年始などのハイシーズンに旅行される方は余裕を持って家を出発することをお勧めします。まだ少しクリスマス感の残る JFK 空港内で朝ごはんを食べ、フライトを待ちます。前回ワシントン DC に旅行した際はフライトの遅延からの欠航ということで6時間半も時間をロスしてしまい、今回カンクンへのフライトは無事に時間通り飛んでくれただけでとてもホッとしました。ニューヨークからカンクンまでは直行便で4時間なので、日本からグアムに行くような感覚と近いかなと思います。飛行機を降りたらすぐに入国審査の列へと並びます。この日は大晦日ということもあって、たくさんの人が列を作っていました。ちなみにこの後空港からホテルに向かう際、私たちは空港提携サービスのカンクンシャトルというお迎えの車を予約していたんですが、もしタクシーなどを利用される場合にはメーターがないタクシーが多いこと、アメリカドルですと手数料が取られることが多いというふうに聞きましたので、空港で米ドルからメキシコペソへと両替しておくことをお勧めします。ちなみに夫が調べたところによると、こちらのカンクンシャトルが一番安かったようで、私たちのホテルまで片道30ドルプラスチップでした。お迎えの時間などもきっちりしていて、とても安心感がありました。空港から30分弱車を走らせたところでホテルに到着しました。選んだのはこちらのセンシラという新しめのホテルです。到着してすぐに昼食をとったのですが、ビュッフェのクオリティの高さにとても驚きました。種類が豊富で盛り付けを見ているだけでワクワクしますし、味もどれも本当にとても美味しかったです。カンクンはオールインクルーシブのホテルが多いですが、こちらもその一つ。お酒やこうした食べ物はすべてサービスに含まれています。お菓子も毎食食べ放題で、娘にとっては天国のようでした。こちらのビュッフェ以外にもあと3つのレストランがありますので、後ほどご紹介します。この後はホテルのチェックインまで少し時間があるので、ホテルの中を散歩しながら紹介していきたいと思います。こちらのセンシラホテルは建物は5階建てで、部屋は全部で359室あるそうです。キッズ用のプールや朝9時から夜9時まで預けられるキッズクラブも完備していますので、子連れで楽しめるホテルだと思います。プールはホテル内に全部で5つあり、そのうちの1つが今映っているこちらの大人専用のプールとなっています。ホテル目の前にはプライベートビーチもあるのですが、少し水が濁っていて泳いでいる人はあまりいませんでした。プール内にもこうしたバーやカフェがあり、いつでも飲食を楽しむことができます。室内はこうしたトランポリンパークのほか、ビリヤードや卓球台、エアホッケー、そしてシネマなどとても充実していました。客層はどちらかというと、子連れのファミリー層でワイワイしている方が中心といった印象でした。バーでは朝から晩までドリンクがオーダーできるので、1日何度も足を運んでいました。ホテル内のお土産ショップもご紹介します。メキシコリゾート感あるお土産や、ホテル生活に必要なものが一通り揃っています。ただし商品は基本的には観光地価格で、物によっては空港のお土産ショップよりも高いものもありましたので、私たちはここでは何も買いませんでした。徒歩圏内にスーパーなどはなさそうでしたので、基本的にこちらのホテル内のショップか空港でお土産を買う形になると思います。ホテルの2階にもバーがあり、私たちは今回利用しなかったのですが、スポーツ観戦をしたりビリヤードができるようでした。ホテルはほぼ 100% の稼働率だったそうなのですが、広いからかあまり混雑は感じず、快適に過ごすことができました。テニスコートやワーケーションスペースがあったのには大変驚きました。屋上にはこうしたパターゴルフをできる場所もあります。館内には大人のみが入場できる休憩ラウンジもあったので、大人のみでいらっしゃる方もリラックスできそうなホテルです。さて次はいよいよチェックインです。気になるお部屋の中をご紹介したいと思います。新しいホテルということで清潔感は抜群でした。アメリカのホテルではなかなか見かけないスリッパや綿棒、カミソリなどのアメニティが充実していたのも高評価でした。
部屋についているこちらのミニバーはおかわりがし放題で、ビールやおつまみなど毎日ホテルのスタッフの方が補充しに来てくれます。ちなみにオールインクルーシブですが、ベッドメイキングなどのチップは毎日置くようにしていました。チェックインを済ませた後はプールで泳いだり、お酒を飲みながら海辺を散歩したりとゆっくりした時間を過ごしました。ニューヨークの冬はとても寒いので、一気に常夏の島へ来れてとても幸せな気持ちでした。ちなみにこちらは空港から比較的近いホテルなのですが、もしもっと綺麗な透き通った海を求められる場合には、もう少し北側の離れたホテルに泊まるか、オプショナルツアーなどを申し込むという選択肢があります。この日は年末だったので、特別にこうしたマーケットも出ていて、ちゃっかりこちらで夫はお土産を買っていました。こちらもお値段に関しては空港より少し高い印象を受けました。夕食はこの日は他のレストランの空きがなく、ビュッフェを選んだのですが、こちらが大正解でした。この日はニューイヤーズのスペシャルメニューで、ビーフやターキーのほか、ロブスターであったり、大トロや生牡蠣までが食べ放題でした。アメリカでは魚介が高級で、あまり頻繁には食べられないので、この日は思う存分満喫しました。普段は肉食派の夫と私も、この日だけは海鮮にシフトして、ずっと海鮮を食べ続けていました。ピザやナゲットなど子供用のメニューも充実しているので、4歳の娘はそういったものをずっと食べていました。ちなみにカン君は虫が多いと聞いていたんですけれども、確かにフルーツの上などに虫が止まっている場面を見かけることはありました。ただそれはまあどこのホテルでも起こりうることなのかなと思います。そこまでいっぱいいるわけではないのですが、虫除けスプレーと刺された時用の薬は持参すると安心だと思います。この日は年越しの特別なイベントやショーなども行われていたようなのですが、早朝フライトで3時半起きだった私たちは我慢できず寝てしまいました。外では遅くまで音楽が鳴り響いていて、多くの人たちが新年を祝っていました。カン君2日目、おはようございます。暖かくて気持ちいい風に吹かれながら新年の幕開けです。ホテルは全室バルコニー付きでした。プールサイドの椅子は比較的早く埋まってしまうので、朝食に行く前に場所取りをされている方が多かったです。朝食時はビュッフェのレストランのみがオープンしています。朝食に関しても種類豊富なドリンクやパン、フルーツなどとても充実していました。朝食での一番のお気に入りは目の前で作ってくれるオムレツ、とても具沢山で本当に美味しかったです。この日は家族みんなそれぞれこんな感じでした。朝食後、娘はキッズクラブに行きました。アートクラフトやクッキングなどのアクティビティも用意されています。午前中は夫婦2人ゆっくりと過ごしました。ちなみにロッククライミングやジップラインのアクティビティもあり、こちらは身長120センチ以上から挑戦できます。お昼前に娘を迎えに行き、またビュッフェへ。お昼のメニューも豪華だったのですが、だいぶ胃もたれしていたので、この時はサラダを中心にいただきました。子供用にと作ってくれたマンゴースムージーが娘をお気に召したようでした。午後も引き続きプールでゆっくりしました。娘は初めて英語での注文にトライ。こういった姿を見ると渡米1年での成長を感じて、我が子ながらじんわりと来てしまいました。ディナーに関しては基本的に予約が必要となります。この日は予約していたメキシカンレストランへと行きました。メキシコで食べる本場のメキシコ料理は本当に美味しくて、特にアボカドやタコスが大好きな私にとっては至福の時間でした。こちらももちろんオールインクルーシブで、お酒、食べ物ともに好きなものを注文することができます。お酒に関してはテキーラなど強めのお酒が多いので、飲みすぎには注意が必要です。メキシコ人の店員さんはノリがいい方が多く、結構お酒を勧めてきます。カン君3日目。連日の暴飲暴食で胃がだいぶ荒れているので、この日の朝は控えめです。と言いたいところだったのですが、オールインクルーシブの誘惑に負け、結局プールサイドでも飲んでは食べてを繰り返していました。ちなみに余談ですが、お酒の弱い私がお酒を飲み続けた結果、アメリカに帰ってきてから数日間胃腸炎で苦しみましたので、胃腸の弱い方はお気をつけください。最終日の夜は予約していたイタリアンレストランへと行きました。こちらに関してもどのメニューも文句なしの美味しさでした。ビュッフェ内のご飯は部屋に自由に持ち帰りができるので、帰りはビュッフェによりデザートを持って帰りました。部屋で最後の夜を楽しみます。3泊4日は長すぎず短すぎず、カン君にはちょうどいい日程だったなと思います。最終日4日目です。
お昼にお迎えの車が来るので、それに合わせて遅めのブランチを食べました。娘は身長が届かなかったのですが、最後に私がジップラインに挑戦しました。アクティビティも食事も存分に楽しみ、思い残すことなくホテルを後にします。私たちが申し込んだプランではホテルは12時にチェックアウトでした。お迎えの車が11時45分、きちんと時間ぴったりに来てくれました。帰りはカンクンシャトル側から早めの時間を予約するように言われていて、確かに空港に近づくとすごく道が混雑していました。年末年始だからだと思います。早めに出たことで空港には余裕を持って到着できました。帰りは1月3日だったので、仕事に次の日から戻られる方も多いようで、空港はまあまあ混雑していました。空港内のお土産屋さんはとても広くて、我が家が集めているマグネットをはじめとして様々なお土産を買いました。メキシコ感あふれる原色系でカラフルな色合いのものが多く、とても目を引かれました。今動画で映っているところが一番大きなお土産屋さんですが、それ以外にもたくさんの雑貨屋さんなどがありました。大きなフードコートといくつかレストランがありますので、食事には困りません。帰りは3時台のフライトで、初めてジェットブルーに搭乗しました。驚いたのが、4時間のフライトにもかかわらず機内の無料 Wi-Fi がついていたこと、飲み物やスナックの種類が豊富だったことです。また機会があればぜひ利用したいと思える航空会社でした。空港に着いたのは7時頃、我が家は車を持っていないので、いつも通り Uber で帰宅します。これにて3泊4日の旅が終了です。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。動画に音声を吹き込むのが初めてなので、もしお聞き苦しいところがあったら申し訳ありません。このチャンネルでは、夫の駐在態度でニューヨークに住む私が、ニューヨーク近郊のお出かけ情報であったり、駐在生活の日常について発信をしています。動画を面白いと思っていただけたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をしていただけると大変励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。